埼玉トヨペット。以上に良くなくて、まあ、失敗っちゃ失敗なんですけども、タイヤはかなり残ってる状態なので決勝はちょっと頑張りたいと思います。自己ベストは更新したんですけど、まあ、周りはもっと速かったみたいな感じなので、決勝はなんとか、ポジションアップで頑張りたいと思います。おかげさまの、まあ、スタート決まりましてね、はい、7台抜いてあとはしのいで、まあ、6台抜きの20位ということで、はい、じゃあ、 ベストパフォーマンスもいただいてありがとうございます。ありがとうございます。小塚くんが見てる前でね、ちょっといい感じで走れたんでよかったなと思います。いやもうこれがね、いい験担ぎができたのでね、はい、毎回毎回よろしくお願いします。ごちそうさまです。いやいや、やめろやめろということで、やめてやめてのタイヤを使っている選手が全然タイム遅くなくて、むしろ追っかけられる立場で、非常にちょっと苦しい展開だったんですけど、まあ、最初の目標である中島選手にこうついていくっていうところは、まあ、最終的にはまあ達成できたので、まあ、そこは良かったこととしてはあるかなと思います。車自身は速いんですけど、ちょっとタイヤのアドバンテージがないので、まあ、そこは自分の体重をもっと次回まで絞っていきます。もうでもムキムキですよね。まだまだ。
周りのタイヤが垂れてくるっていう予想が見事に外れて、耐えるのに必死なレースでした。結果としては満足してますか中島さん。するわけないじゃないですか、もう悔しくてしょうがないですよ。次回また期待しています。Thank you.